はい、クラファンクでーす。なんかニュースが飛び込んできたね。いやー、びっくりしましたね。舞い込んできましたね。はい。こちら。はい。みんな大好き。はい。ギターマガジン。久しく買ってないっす。特集。プロ50人に聞くサウンドメイク論。もしも、ピアノが弾けたなら、もしもペダル3台だけで、こけ具合がもしもペダル3台だけでボードを組むならっていうね、特集が組まれてるわけですよ。はいはい、で、なんかツイッターを見てたら、ツイッターだっけ ?YouTube のコメント ?YouTube のコメントは、ね、コメントかなんかに、ギタマが載ってるみたいなコメントがあって、知らないけど。聞いてないけど。で、早速、みなみくんが買ってきてくれて。ザ・ピローズの真鍋さんが、使ってくれてるんですよね、ゴールデンバルブ。使ってくれてますね。はい。はい、その真鍋さんのページにゴールデンバルブがいやびっくりですよ載ってます、はい、3つ組むとしたらこれなんだけど、うん、プラスワンするとしたらゴルバブをプラスしてくれると、はい、嬉しいですね。コヤファンクゴールデンバルブかっこオーバードライブ間違いないですか。そうですね、間違いないですね、はい。東京新小岩を拠点に各種機材の修理改造を手掛けるリペアショップコヤファンクのオリジナルドライブ、まあ間違いないですね。間違いないです、ね、知らない間に乗ってたね。知らない間乗ってましたね。やっと雑誌に乗りましたね。2020年4月号のギターマガジンさんに載ってますんで、はい、もう本当このくらいだけど乗りましたよ、乗りましたよっていう話です。これもね、皆さんの応援のおかげで、応援のおかげです。本当ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これからもゴールデンバルブよろしくお願いします。よろしくお願いします。プライファンクでした。